私は五光線の随覚よ。姉と一緒に先輩たちが沈んだ後、獣王最後の精鋭空母として頑張って、レクシントンさんとホーネット、エンタープライズ、そう、私よりも幸運なあのグレイゴーストとも戦った。最後は沈んじゃったけど、全力を尽くしたから悔いはないわ。獣王航空戦隊所属、かつての対戦最後の精鋭空母随覚よ。まあ昇格姉がいてくれた方が私の力を最大限に発揮できるの。というわけでよろしく頼むわ。今日はどっち、真珠湾それともサンゴ海？1対1で本気勝負をしたいな、グレイゴースト。拗ねてる昇格姉も可愛いよ。最後の最後まで戦う、これこそ精鋭よ。待て、グレイゴースト、勝ち逃げは許さないわよ。もう一回だけ勝負だ。今度こそ絶対勝ってやる。嫌いな食べ物？七面鳥よ。指揮官、昇格姉の方がもっと大きくて柔らかいんだよ。もう休憩なの？あ、昇格姉の作った料理、指揮官も食べてみてよ。ほら、これで戦局も少し好転するはずだよね。で、グッドニュース？バッドニュース？整備はちゃんと行うようお願いするね。あ、でも戦機を逃してはダメよ。もっと艦載機があれば、完成されし空母として、先輩たちにもグレイゴーストにも絶対に負けないわ。次から次へと出てくる敵、こんなのもう慣れっこだからね。幸運艦の随覚なんだから。また沈むというの？お姉ちゃんさえいれば。姉ちゃん、昇格姉は大丈夫？指揮官ってさ、マリアナ海戦の私の気持ちを体験したいの？あっちゃ、先輩も後輩もちょっと面倒くさいよね。そういえば私って昔、レキシントンさんとずっとつるんでたんだよね。あ、指揮官、今のはサラトガさんにだけは言わないでね。私、あの子だけすっごく苦手だよ。イラッとするときや何すればいいかわからないときは、いつも訓練に行っているのよ。そう、私いつか強くなって、絶対あのグレイゴーストを追い抜くんだから。指揮官って、ちょっと、昇格姉と似てるよね。あれ？違うよ！指揮官をお姉ちゃん扱いしてないってば！これって、勘違いしていないよね？これから、よろしくお願いします。ね。あなた。うわ！昇格姉が呼んでるよ！昇格姉さえいれば、もう何も怖くない！理由はわからないけど、あんたのことが気に入らないね。まだ引き分けよ！次で勝負を決めるわよ！うわ、サラトガさん、いつの間に！グレイゴーストと一緒に戦えるなんて！